川崎、明日負けたら PS 敗退だ。せや。あ、リーグ地区シリーズ第5戦、川崎宗則が所属するブルージェイズは6対3でレンジャーズを下し、リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。川崎は地区シリーズの出場登録選手からは外れたが、プライスやバシスタラ主力とともにシャンパンファイトの中心になって喜んだ。勝利の瞬間はベンチを飛び出してマウンド付近へ両手を突き上げ、観客の声援に応えた。2連敗後の移動バスの中でダンスを披露し、チームを元気づけた川崎は興奮気味にコメントした。俺も一緒に戦った、みんなよくやってくれた、アメリカに来て4年目、最高の仲間に恵まれた、家族に喜びを伝えたい、まだ続くけど悔いはない。この勝利のダンスからの3連勝やで、ええんちゃうかな、記憶には残る、楽しそう。グッズ売り上げ1ってな。グッズによってはマジで1らしい。ユニフォームとか言ってモグンの選手ではありえないレベルで売れてるらしい。トロントファンからダンス一つで流れ変える、こいつは来年以降もチームに絶対いると本気で言われる。プロ野球少年間フォントスコ、最近は3安定の若手シュート利巻きにして日本語で試合前の声出しやってたぞ。将来の大スターが尊敬する選手に川崎を挙げる日も近いな。面白前人、安い守備は安定してるし、一旦上がれチームの士気は上がるし、ええことずくめやんけ。優勝決定後バックヤードでシャンパンファイトが始まっているのにもかかわらず、カメラはグラウンドで踊っていた川崎を映し続けてスイッチャーの判断を遅らせる。全米放映のスポーツ番組で突然カメラの前に現れ、いつも通り拙い英語で、ちゃんと英語喋れてるだろ、英会話本2冊持ってるからなと話しただけで、これ以上ないインタビューの見本と絶賛される。川崎はマリナーズ時代、試合前中にムネリンダンスを披露し、実況やチームメイトの爆笑を誘ったこともある。キレキレで草生える、実況の笑い草、チームメイトがほぼ無反応なのがシュール。これもある意味唯一無二、笑い、こんな選手も現れないかもね。マキがおるやん、マキは実力がなしだから川崎路線ではない。実際さ、控えなのにああやってポジティブな姿勢をうちでも外でも続けるってすごいと思うし、そのあたりは本当に評価されて不思議はないし、むしろ評価されるべきだと思うわ。とりあえず踊るのが好きなのが分かった。野球が好きなみんなはポチッとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。